ダニカ・マッケラーは、アメリカ合衆国の女優、声優、脚本家、プロデューサー。カリフォルニア州出身。カリフォルニア州サンディエゴの郊外に生まれ、8歳の時に、ロサンゼルスへ引っ越す。母親の持っていた、ダンススタジオで演技を始め、テレビコマーシャルなどで子役として、テレビへ出始める。その後、オムニバスドラマの、トワイライトゾーンの脇役として出演。 青春ドラマ、素晴らしき日々で、フレッド・サベージ演じるケビンの恋人役である、ウィニー・クーパー役は、彼女の知名度を一気に上げた。同シリーズの放送終了後は UCLA を主席で、卒業。数学の学士号も取得したため、数学者としての顔も持っている。その知識を活かして、数学関連の本も出版した。 しかし女優としての活動はやめておらず、今もなお多くのテレビドラマなどに出演している。また声優としても活動しており、ビデオゲーム版の X メンでは、ジュビリーの声を担当している。英語版の鬼武者でも、声優として参加した。また女優としての活動の他にも、自身の脚本をもとに、短編映画をいくつか監督している。 家系は、スコットランド系とアルゼンチン系の血を引いており、妹のクリスタル・マッケラーも、同じく女優である。素晴らしき日々には、何かの姉妹役ではなく、主人公、ケビン・アーノルドが通う、中学校のおしゃべりな女生徒役で、数エピソード出演している。2009年に作曲家のマイク・バータと結婚。後に一人息子も儲けている。 しかし3年後の2012年、離婚を申請したが、2014年に弁護士のスコット、スベスロスキーと再婚した。カリフォルニア大学ローサンゼルス校で数学を専攻していたため、彼女のエルデシュ数は4でベーコン数は2である。エルデシュ数エルデシュベーコン数参照。httpjapantechinsight.jp2012 06K ダニカ・マッケラーインタビュー HTML ハットワンダーアイアーズのダニカ・マッケラー再婚 c i n e m a イ d a y HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ N00683812014 年12月8日閲覧ありがとうございます